うなぎ。ぬるぬるしてるね。ぬるぬるしてるから。はい、どうもこんにちは、もち TV です。今回もウィニングレバープリン2019やっていきましょう。ということで、今回はですね、まあ今来ている、レジェンドボックスガチャに収録されている、あるレジェンド選手なんですけれども。またね、ちょっと今回の、そのレジェンドボックスの中でも、はい、ちょっとゲットしておいた方がいい。今のうちにゲットしておいたらいいぞという選手がね。はい、まあいるんですけど、それがこちらと。ロマーリオということでね、一回一回ぐらい紹介してるかな。そう、ロマーリオでもちょくちょくボックスドローとかにも入ってるんですけど、ただ、まあこれを機会にですね、ちょっとロマーリオすごいぞと。いや、めちゃくちゃ強いんですよ。多分、入ってる、まあ前回ネドベドでしたけど、ロマーリオもね、できれば取っといた方がいいですよ。いや、めちゃくちゃ強い。今 FP が多いですけど、要はこのね、ロマーリオとオフェンスエースとまず決定力が94、93で、ボールコントロールが93、91なの。これめちゃめちゃ高いんだよね。ここがまず異次元高いの。ただまあグランダーバスが可愛いよと。可愛い。まあそこら辺なんですよ。いった感じになってるんですが、キック力からこのボディコン、キック力93あって、スピード92、瞬発95、ボディコン93といった感じで、要は決定力93ってキック力93ある。で、オフェンスエースが94というのは、この169センチで、ボールコントロール、ドリブルが良くて、スピードがこれだけあって、キック力があるっていうのはなかなかいないんですよ。いないですね。これレジェンドのロマーリオぐらいなんだよね。で、スタミナもまあ90で乗ってると。で、コンディション程度は5なんですけど、フォワードにとっては逆に5が良かったりするんですけど、なんとね、ダブルタッチがうちのロマーリオ。つけたら、ついちゃった1回。これはスキルトレーナーで特別についてます。1回だけついちゃった。本来だったら、ロマーリオついてないんですけど、はい、スキルトレーナーも使えるし、だからスーパーサブでもいいし、ワンパ。こういうワンパだったりとか、ダブルタッチとか。そう。っていうのでも、すごいね、幅広く強化をすることができるんで、はい、この選手って、まあ、今からね、多分ね、6月ぐらいになってくると、もう、リーグ戦が終わって、ライブアップデートっていうのはなくなるんですよね。なくなりますね。一回その、各国のリーグのやつがもう終わって、はい、次のシーズンみたいな感じに入っちゃうんで、まあ、そこからはね、ライブアップデートがなくなるんで、うん、そうなってくるとね、またそのレジェンド選手、ね、っていうのがすごい大事になってきたりする中で、ロマーリオっていうのはね、かなり役に立ってくれるというか、ロマーリオはガチで強いです、戦力になってくれるというふうに思うんで、今のうちにね、ちょっと紹介していこうかなというふうに思うんですけど、さあ、相手の方はフェルナンド・サントスで、結構チームパワー高い方でしたけれども、さあ、マネから、このオフェンス高いんでいいんですよね、いるところが、さあ、キックフェイント入れて、よいしょ、ちょっと決めたかった。ズドン打ちたかったんですけど、まあ、ああいうシュートになっちゃう日もある。ロマーリオは本当に、キック力が高くて蹴ってる力も高いんで、ボールコントリブルがあるから、ね、そこがね、やっぱ重要ですね。最近入らなくなってるから、キック力で押してくる。よいしょ。これラッキーですね。相手の方がボールキックからのミスというか、あそこら辺で奪えたのがラッキーだったから、ボックスストライカーなんですけど、なんて言うんだろうな、なんか裏に抜ける動きもちょこちょこするみたいな感じで、すごいね、使用感自体は本当にいいんで、まあ、身長が169センチっていうのもあって、まあ、ドリブルものすごいしやすいし、ヘディングもわりかし結構強かったんですよ。なるほど。そこはいい部分なのかなと。さあ、ここリシャルビソン、おいおー、はい、喉いやー、ここあれなんで取れなかったんだろう。1回目で取りたかったんですけど、ね、足なんかガワッといった気がしたけど、さすがやっぱ残してきますね。確かに、ね、総合値92だったんで、あ、しっかりマックスかな、マックスかなと思うんですが、さあ、ロマールここ落とす、リシャルビソンからマルセロ、ロマーリオ、ロマーリオ、いやー、素晴らしい。この辺のね、ボールコントロール、ドリブル、うなぎ、ぬるぬるしてるね。ぬるぬるしてるから、これがやっぱりボールコントロール、ドリブルの良さが出たのかなっていう部分で、あそこのなんか、まあ、臭さ、マルセロからね、メートラップして、まあ、いい臭さが出たかなというところ。ボール取られないよね。ボール取られないし、早いんでね、一瞬が。一瞬でね、本当に相手を置き去りにすることもできる。で、ここでダブルタッチがついてる、ダブルタッチやるのはロマーリオの結構注目かなというところですが、さあ、前半は2対1とです、ね、さあ、後半も見ていきましょう。まあ、うち使ってる監督はちなみに442のダミエントレブラスとい、いった感じなんで、ね、まあ、ポゼッションとか。った感じですが、まあ、ロマーリオとね、ボックスストライカーだから相性はね、まあ、それなりにね、ここでもね、ロマーリオを下げてますね。スタミナも91あるんで、こういうシーンもガッチリ下げることができる。さあ、ここで切り替わった。ワンダイク、リシャルリソン、ゴロに当たるけど、マネー、メッシ、さあ、ここ。リシャルリソン、ちょっとダブルタッチ入れる。ロマーリオ、ロマーリオ、体、このね、体の残しね。この体の残し。そしてマネーから。あーっと。ワンダシュート、
いやこれ素晴らしいですね。クリバリにもやっぱ負けないし、体がちっちゃいんですけれども、やっぱりボディコンがすごい高いんで、体をこうグッと預けて、逆にああいう時ってなんかちっちゃくてボディコンが高い選手ってめっちゃ取れないよね。取れない、ここ危ないと。ここ危ないです。これでもまあファンダイクとかもそれできてるんでね、いいところなのかなと。通常でも頑張れる、ロマーリオでかいぞ、びっくりした。キックフェイントめちゃめちゃでかかった。さあもう一回ロマーリオに、すごいよいしょとボールを敏感、ロマーリオワンタッチシュート。キック力があるんでね、なんかあんまり近づいて打っても結構キーパーに止められちゃうことが今多くなってて、はい、ちょっと遠くから打つと逆に入るみたいな。そう、遠くから打ったらね、そうなんかあるんでね。そうだからロマーリオってのはキック力があるんで、今結構キック力大切にはなってきてますね。今キック力も大切かなと、うん、あーっとリシャリスン取れなかったね。サラ、オーケー、危ない。これオフサイドですね。うん、こういう形で結構オフサイドになるシーン多いよね。うん、まあそうだね。よくなんか見る感じがするんですけど、まあ、裏に走っていく系のそのプレースタイルとかだと、それに引っかかっちゃったり逆にするんで、ポジションだとあんまり、そう、まあ、なんか裏目に出ることもある。おーいしょ、おーいしょ、頭で、足で行ってほしかった気持ち。あれ、PSR だとスーパーキャンセルって言うと足で打てるような感じの体勢、うん、まあ、アプリにはスパキャンないんでね、作れるんですけど、ね、さあここ、おお来た、ロマーリオまで行く、ここで潰されていくと。いいっすね、スピード瞬発ボディコン、ここのね、3連能力が高いっていうのは、ね、マジでいいところですね。ドリブルもあるし、ね、ああマジでパスがほんとないぐらいなんだよね。ブリブリもできるんだけど、パスはね、まあ、なんかずれちゃうっていうところがあるんで、よっぽど能力高くないとダメなんで、ね、まあダブルタッチでもいいのかなって感じですね。もう本当にドリブルでって確定ないからね、うん、メッシ、うん、ここでワンパつけてもいいんですけど、ワンパもすごいいいですね、うん、ただまあずれそうだなっていう、まあもともと低いから ね、 そうね、能力値が、まあ、スーパーサブを本来なら一番つけたかったんですけど、まあ、ダブルタッチ来ちゃったんで一発目で、もうダブルタッチでいいやんみたいな感じでね、はい、ルール1戦目、まあ、8本シュートですからね、相手の方は1本で1本しっかり決めていくと。だからもうちょっとね、決定力上げていきたいですね。うん、そうだね、8本打ったらもうちょい決めていけばいいんですが、これは FP ロナウドとティモシーウェア、そしてラキティッチ、サウル、デブライネ、デブちゃん、いやーこれ結構豪華っすね。すごいいいバランスの取れた。左がロベカルとマルディーニかな。あれロマニョーリ、マルディーニか、そうだね、でロマニョーリいてアーノルドといった感じだったかな。結構ロナウドがね、FP ロナウドはやっぱ強いんで、FP ロナウド強い、あれでね結構遠くから振ってきて入るんだよね。間違いないよね、うん、まあ、3トップだと、ね、火力ある、火力あるよ、相手の方。さあ、ここさあ、マルセロ、おお、どうしたマルセロ、これね、大体見合いっこしてね、お見合いね、やられるんでね。ローマリ、さあ含めていて、ちょっといやいいよ、ダブルタッチ、ダブルタッチがあると思わなかったと。早い打ってく、これですよね、これがストライカーだと。要は、今のも、まあ、相手が来る前にダブルタッチできるんですけど、やっぱりずれてるんで、もうあれでかわせてるんですよね。その相手が突っ込んでこなくてもダブルタッチを入れるっていうのは大事かなと、うん、おーっと、これいや素晴らしい、なんちゅう技だっけ、軸ラターンだっけ、なんかあるよね、軸足当て、軸足当てかな、軸足当てだよね、ポンポンみたいな、スアレスが持ってるの、あれやられた、決められたの本当あんまないんでね、いい感じで発動しましたね。さあここメッシからロマール、ダブルタッチ、1枚ロマニョーリ、ほい、うわー素晴らしい、早いぞー、いやここやばいか、早いぞ、よいしょ、素晴らしい、やっぱすごいね、今までのロマーリオだとあそこにダブルタッチなかったから、なんかあんま抜けなかったんですけど、やっぱダブルタッチは抜けますね、早いよね、非常にダブルタッチでロマーリオ結構マジで最強かもしれない、というところですかね。さあメッシ、ロマーリオ、ロマーリオちょっと聞くに溜める、こんなこともいやー素晴らしい、ゴロビン、フライパス数値あんま高くないよね、そう絶対ゴロビン決めてほしかったなというところですが、まあまだあるぞ、マルセロボールを持つエンゾンジからマネ、ゴロビン、メッシ、いやいいよ、キックフェイント入れて、いやキックフェイント好きやな、よいしょ、PSO バリじゃんこれなんかね、ロマーリオのキックフェイントってなんかね、PSO チックみたいにできたりするんで、うん、結構いいかなと思って、やりやすいんだよね、なんか一番スーレスとか若干伸びたりするんですけど、ね、ロマーリオはほんとドリブルがいいからなのかな、うん、そんな伸びも気にせずに、PSO みたいな感じでやれるかなって言ってるんですけど、まあね、本当にゴール前
多彩ですから、キックオンにできてダブルタッチできてみたいな。ダブルタッチできたの、そう考えるとでかい、ね。でかいですね。エッジターンとか、まあ、ルーレットでもまあいいっちゃいいんですけど、うん、ダブルタッチの方が、まあ、あの、まっすぐでも、あの形的にまっすぐでも結構ね、あの、かわせることが多いんでね。ダブルタッチは本当強いですね、メッシ。キックオン入れてるで。大好きだな。こっちにターン。リシャリソンから。もう同じことばっかってる。リシャリソン。いやー、素晴らしい。これ中に行くと思った。これ中に行くと思ったね、多分ね、相手の人。相手の方ね。相手の人は中に行くと思った。縦に行っちゃった。あそこ惜しかったね。あ、これ落ちたけど。あ、これ落ちたっすね。こういう場合の結構オフサイドがね、アプリはあるんで、ね。まあ、あそこら辺でも打っちゃった方がいいのかもしれないですね。ゴールというところでね。一歩。さあ、ここマルシャから。リシャルリソン、ちょっとダブルタッチ入れてくるかる。いやこれだよ。うわマジかよ。ワンパクじゃん。思い切りのやつ。思い切りのやつ。まあ、あそこで打ってね、コーナーだったりとか。まあ、ゴールキックだったらカウンターはね、少なくともないんで。まあ、でも、打ち切った方がまあ、そう、打ち切った方がね、良かったりもするんですが、まあ、ここでね、相手の方がまあギブアップかな、はい、まあ、されていったといった感じで、ね、うん、まあ、今回ロマイル使ってきたんですけれども、今ね、来てるあのレジェンドの、あのボックスガチャで取れるんで、ぜひね、あのロマーリオ持ってない方はですね、そうですね、持ってない人はね、結構もらう、なんつうんだろう、狙う。GP で引けるんだっけ、あれ。引ける引ける。ああ、だからね、あの、いいかもしんない、ほんとに、うん。だから、この選手って結構唯一無二感があって、そうですね。これだけ、その身長が169センチで、ボールコントロールがあって、オフェンスセンス決定力で、スピード瞬発があるっていう選手はなかなかそういないん で、キック力もあるしね。で、スキルも一個オリジナルつけれるんで、うん、本当にね、結構幅広い選手。そう、なんか、2体持ってても面白いかもしれない。そう、面白いんですよね。すごい。その、いろいろな、まあ、あの、スキルの、つける感じができるんで、結構ね、持ってない人は本当に持っておくといいのかなっていう感じがしますね。うん、はい。どうしようさあ、ボー